すごいグラフィックやな。いやあ、せつなケースだよ。今回やっていきますは、VR ゲーム、ソード・オブ・ガルガンチュア。このゲームはね、6月序盤に発売されまして、もう 1ヶ月も経たんうちに、たくさんの VR ゲーマーの方に、もうベストセラーとまで言わせたような、そんなゲームらしいです。ゲームの内容としてはですね、剣とか武器と盾を持って敵と戦う楽しさっていうのを味わえるような VR ゲームです。語彙力が少ないけど分かりにくいと思うんで、もう早速いきますわ。はい。初見プレイです。どんな感じで戦えるか分かるな、これ。身長を入力してください。OK を選ぶと次に進めます。身長って。どういう、156センチってこと、これ。センチ、あ、センチあるで。168がデフォルトじゃ。俺166センチやけん、デフォルトよりも負けとるんか、俺。187ぐらいで持っとったろうかな。これ正直もんやけん、ちゃんと自分の身長にするよ。166センチ。24歳で166センチってなんかちょっと物足らんだろう。利き手を選択してください。右やな。あえて左手っていうのもありかもしれんけどな。なんかかっこいいな、これ。どこの国の言葉なん。あとグラフィックすごい。なんで幾億の星を捧げる神々は神の戦いなん、これ。めっちゃ人おる。めっちゃ目張ってる。一番正面のやつとめっちゃ目張ってる俺。世界崩壊した。そして山脈がなんね、あ、砂漠になったりしとんやな。語彙力が足らんな。漢字が読めてないせいで、ね、どう読めばいいかわからん。砂漠や、タクラマカン砂漠みたいになっとる。静かな地に四色な命は逃れた。それが人類か。なんかすごい塔がある。軌道エレベーターみたいな感じのがある。想像した偽りの神によって滅びたが、終焉は未だ遠い。まだまだ諦めるなってことか。偽りの神シモベラは世界の闇に命を狩るべく戸惑うでしたら、さまよう亡者のごとく。読むの下手くそやな。誰だお前は。聖火ランナーの松明持ち上がって、これから走るんか。走る格好じゃないぞお前。それ絶対、お前絶対すぐ疲れるぞお前。すごいな、立体感があるもん、 VR だから。お墓じゃ、屍の山を持って命をつなぐか細き道。ミイラみたいなやつを、建物が立体感があるけん。うわー、俺この中のうちの一人なん。アストレア、神の名前じゃん。戦う武器を鋳造する、作ってくれるん。近い、戦いを近くで間近で見てる。人であって人であらざり、運命を切り開き、限りある命を守護する武器。めっちゃ人おるな。おっぱいでかいな。何時らに罪はなし、戦うことに罪はなし、誇りを持って戦えってことやな。めっちゃ人おる。倒れてる人いるよ、助けてあげて。救護班、救護班。はい、私の名前はアストレアね。何これ、剣のマーク。右におるん、誰かおるん。何すか、ちゃうの。あなたはこの世界、うん、読ませてよ全部、うん、現れたばかりなんやな。心を何で読む、何で読む、何を保、何に保つん。ちょっと漢字読めん、俺待って、漢字読めん。アストレア、読み仮名振って。アストレアさん、アストリアさん、時を失うわけにはいきません。今私の声だけにし、ごめんなさい、読み仮名がどうとか言う、ごめんなさい、わかりました。はい、声だけに、はい、集中します。あなたは強くならねばなりません。あなたは戦う力を得なければなりません。そのためには鍛錬を積み重ね、技を磨く必要があります。修行やな、修行やな、つまり修行パートやな、これ。敵を倒し生き延びることによって証明しなさい。神と戦う器を持つと。さあ、剣を取るのです。来た、とうとう剣が来た。剣どこ？これ。グリップボタンでアイテムを取る。これ。
これはどうやって接近する？あ、近づいた近づいた。あ、戦う備えはできていますか？剣を振るってあなたの力を示しなさい。わかりました。わかりました。剣取らせてください。まず剣取らせてください。アナログスティックでこう移動と視点移動ができる。もちろんゴーグルを自分の視点を顔で誰かおるよ。誰あの人誰？バーソロミュークマみたいなやつがおる。やばい、あいつと戦うん、もしかしてこれ。いきなりあいつと戦うん。こうやればいいんかな。近づいてこの手元でこう。いやいや、ちょっと待って、剣取ってないっす。剣取ってないよ。どうやって剣取るんですか。どうやって剣取った。あ、こっちのボタンか、これか。これとダブルじゃ。いきなりに、でやー、でかいでかい、いきなりでかいでかいでかい。お前これタタプレイした方がいいかもしれんな。来たー、ちょっと待って、なになになに、どうすればいいんですか。やばい、いやー、あー、死んだ。死んではないけど、死んだ。どうすればいいんこれ。負けた。チュートリアルやけんな。負けたやん。再構成された。ああ、負けイベントなんこれ。まずちょっと操作がわからんかったけんさ、だいたい立てほしいんやけど。うん、知っとる、聞いたよ、聞いたわ。聞いたわ。あ、そうなんじゃ、急増なんじゃ。おっぱい大きいな、おっぱいしか見てないな俺。あなたの記憶は打ち砕かれ、自らが何者かを定めることもできないでしょう。切な健介です。ゲーム実況歴7年目にあります。世界を愛憎愛の神、巨人たちにより魔の支配、敵を倒し世界を取り戻す、それがあなたの使命なのです。わかりました、わかりましたけど、あ、ちょっと手動いてると思うんですけど、ちょっと鼻がかゆくてね、今書いてる途中なんですね。触れる。あ、HP 回復アイテムよ、これ。これか。ありがとうございます。ありがとうございます。アストリア様。あ、どうも、どうも。どうも、アストリア様。武器を持つ。腰についとうもんな、これ。ちょうど俺の腰の、左の腰のあたりにあるんよな。よし。つかんだ。武器をしまう。しまえるんじゃ。腰に手を近づけてグリップボタンを離すと、武器をしまうことができる。武器をしまっていると耐久力が回復。耐久力の概念があるんじゃ。つまりこうしてこうか。おうおう、なるほど。適度にしまうことも大事なんじゃ。でグリップアイテム、なんかもうこれ盾を持ち敵の攻撃を防ぐのです。そう、俺なんかいきなり二刀流習得させようとしてるような感じだったもんな。よっしゃ、来た。セーフエリアは間もなく消滅します。エリアを出て敵を倒すのです。マジか、いきなり実戦で行くんすか。いきなり実戦で行くんすか。アストリアさん、来た。どっから来る、あれが来た。移動して、盾で守る。よっしゃ、使いやがったな。アホ。まあ、盾で守る。3回来る、3回来たら使われる。はい、アホ。アホってなる。あ、こいつ緑のとこが弱点なんやな、やっぱ。はい、死んだ。あ、うわ、持った。やばい。近いよ、あんたら。うわ、近いじゃん。お前、アホだろ、お前。おい、近いよ、お前。どこ行ったん、みんな。どこ行ったん。うわ、めっちゃ来るやん。耐えよる。早い、こいつら早い、足が早いわ。お前ら、なんか倒したけど。適当に振ってたら倒しました。耐えて、ひるん、耐えて、あ、近いだな、バーカ、はい、バーカ、くるんちゃん、他のやつ、倒した。回復アイテム、よっしゃ、これで回復して、やばい、あ、ま、おったよ、誰か、はい、耐えて、こいつに3回動いてくるやろ、はい、耐えた、で、使えた、はい、はい、ついて、いて、やばい、耐久力なくなったんじゃん、これ、下のゲージが赤になったってことは、でも、とりあえずこいつの、あ、剣が怖いな。あ、盾がない、かわして、かわいって、かわせない、イエーイ、剣で、あ、やばい、耐えた、うお、どうしよう、盾がないんです、やばい、死ぬ、わし死ぬ、かわして、いや、
よっ、耐えた耐えた、エッジかけずれん、逃げろ逃げろ、ケンゲット、あひら、あ落ちた落ちた、耐えて耐えて、よいしょ、よー近い、よっ、あっあ、ボタン間違えた盾がない、盾が欲しい、これで剣受け止めて、受け止めて、受け止めて、使えたところで、よいしょ、グルービー、回復アイテムください。あと回復アイテムもいいけどさ、下とかなあかんのかこれ、あどこ、どこ行くん、どこ行くん、どこ行くんあ、左腰にちゃんと一本あるわ、読みたら。これでいいんじゃ。あ、難しいな、これ。どれどれ。ノーダメージは無理だろう、いきなりは、お前。なんこれ。ダメージ指数がでかすぎて、スコアゼロになってる。どうした？まだ来たよ。剣で敵の攻撃を打ち払い隙を作るのです。うん、やゆうたな、うん、剣でも防げるガードになっ、うん、敵の攻撃をガードするとスタミナを削ることができる。ああ、3回削った剣はあの疲れよったんやなって感じやな。わかった、よっしゃ、これこういう感じやな。おいおい、どこ行くの、何何何それ、何すか、何いて、何これ。敵の攻撃タイミングよく武器を振って当てるとパリパリするとより奥を、なるほど、3回でスタミナ切り寄ったが 2回ぐらいで生きるようになるんじゃ。オッケー、こうか、きた、1回で1回でいいね。まーって、どうした、何これ、コンボマーカー、敵の攻撃をガードパリした時に敵がスタンした時、エンチャントした時にコンボマーカーが表示される。エンチャントとかもあるんやな。コンボマーカーに続けて攻撃できれば敵にダメージを与えます。あ、緑が何回も出てくる時があるけど、その時にどんどん攻撃しようってことが集まり、いくぜ、弾いて、あれ何これ、えい、あいって弾いて、攻撃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 、よっしゃ、これじゃ、なるほど、来た、本番始まった、よっしゃ、今の練習を生かして、つまり弾くで攻撃、よけた、こういう弾いた、もう一回、よし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 、剣のスタミナが減るだけじゃ、こんなきた、おわ、剣まだ回復してないですね、ケーキまだ回復してないですよね、来た、味方が来てる、はじけてない、はじいた、はじ、攻撃攻撃、はじいて、はじけ、あいて、はじ、よっしゃ、回復、いて、やばい、操作家になれんな、はじいて、こいつの親玉、弾いて、弾いた、使えた、使えたから、こいつ。いやー、剣のスタミナがない。弾いて、弾いて、今のうちにちょっと剣を回復させておきます。逃げます。逃げます。あと回復アイテムが欲しい。イエーイ！あ、取れんかった。なんかあるよ、これ。あ、盾あったんだ。フェイドこう。いただきます。そろそろ回復したな、剣が、ほい、よっしゃ、これだよ、この間に回復して、もう次こんかな、おらんな、まだダメージ食らいすぎだよ次行こう、チュートリアル
まだチュートリアルやらせてくれるんやな。あとは、スペシャルゲージ。敵に攻撃を当てたり、ガード、パリ。回復した時にスペシャルゲージが溜まる。どこにあるんだろう、スペシャルゲージって。ああ、弾よる、弾よる。これか。うん。とりあえず、チュートリアルのために貯めてくださいみたいな感じかな。溜まったよ。どうするん？スペシャルゲージを使用し、呼んでます。呼んでます。アソレラさん文章読んでるんで、ちょっといいっす、それ。そういう説明は、スペシャルゲージを使用し、武器を胸の前に構え、もう一度片方の手を添えるとエンチャントができる。つまりこうして前を添える。こうかエンチャントできてる。すげえな。なんか色ついたよ。で、エンチャントゲージが消えるまでで続くってことかな。一定時間終わった。ああ、終わったよ。終わってもだよ。早いな。今のを踏まえて。来た。戦闘開始、どっから来る。来た。攻撃を、まずは、弾いて、相手、弾けてない。この辺かな。こうや。で、こう、攻撃を加える。弾いて。もう一丁、もう一丁。しまう。ちょっと、戦い終わったらしまうぐらいの感じで。あ、どっかおる。おっと。こいつら、いつも二人がかりで来るんよな。ずる。お前らずるいぞ、お前。一人ずつ来いや、お前。あ、当たった。頭当たった。ごめんな。あ、死んだ。オッケー。よっしゃ、こいつの1対1じゃ。弾いて。今じゃ、こらー。まだお前ら。よっしゃ、よっしゃ。こいつら耐久度はあんまないな。弾いて。来た。でかいに来たな。そこ。あれ。そこだ。で、こうか。エンチャントできるで、よう考えたら。ここ弾いて、一体。弾けてない。一旦。バイバイ。またね。回復するわ。回復するわ。する暇がないな、あんま。あ、剣を落としてるし。うえーい。剣落としちゃってる。掴んだ。ちょっと待ってね。ちょっと、エンチャントの練習ですよ。あ、弾いた。エンチャントの練習でしょ、お前。エンチャント。来た。これで負けんぞ、こら。エンチャントしとんぞ、こっちは、お前。こっちは、おい。しまって。その間に回復しとこう。終わったんかな、そもそも。終わったな。あれ、また食らいすぎだったわ。けど達成目標は全部クリアしたんだ、なんか知らんけど。 味方の属性とかもあるん、これ。蘇生を行いなさい。触れたら蘇生できる感じ。アイコンに触れてる味方も蘇生。もしもし、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？心肺停止状態。AED を持ってください。 AED を持ってきてください。つまり、なんかもう胸のあたりが光るような、こういう感じ、こういう感じ。これでいいんかな？どの辺やればいいんですか？アイコンに触れて味方、あ、こっちか。これやな。あ、こういうことか。なるほど。起きたー。よかったよ、お前。俺がおらんかったら死んどったぞ、お前。あ、ちょっと待って。味方ありなんで、今回。味方頑張って。見よるわ、俺。あ、やばい、やべえ。味方弱い、味方弱い、味方ー。 はいや。
お前なんか回復せんでもいいような気がするよ。弾いて、はいはいはい、ここ弾いて、はい、弾いてない弾いてない、そこちょっと慣れてきたかもしれない。あれ行って、そこだ、そこうまい、はいはい、えい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 、あ、来た無視されてるもん、あの寝っ転がってる、あ、剣落としたたまにやってしまう、しまったつもりが捨てているパターンのやつ拾って、よしいいね、なんかだと慣れてきとるよ。弾いて弾いて弾いて、あれ弾いて、はいおいおいおいってやってね、エンチャントできるで、そこエンチャンターイ、めっちゃボロボロになってる、いやーん耐久度がありません、耐久度のある剣他にないですかね、あった、あれ取れなかったこれでいいや、いいね、よっしゃエンチャントタイム、えい、あれよっしゃ、じゃあここだ、えい、よいしょ、いて、もう一発食らったら死ぬ、危なかった、えい、お前よくやってくれたのかな、お前こいつフラビアって名前だったおい起きろ起きろ、もう倒したぞお前、倒したぞお前、早起きろ、はい、何しょお前、何しょお前、何しょお前、お前、お前、終えてなかったら死んどるぞお前。では、チュートリアルが終わったので、シングルモード、やっていきたいと思います。なんこれ。クエストを選んでください。で、こんな感じでクエストがあるらしい。あ、とりあえずこれかな。クエストの達成目標。これ、ちょっと難しめっていうか、あ、これチュートリアルのあたりか。なあ。ってことはこれか。やってないわ、これになるんか。この9番。やっていきたいと思います。こんな感じの目標もあって、ソードのみでクリア。今俺が持ったのがこのクリムゾンソードってやつなんよね。ソードってこれのことかな。これだけでクリア。あえてこれでいってみるか。よっしゃ。こんな感じでいろいろ武器も、持っていく武器も決めれるらしいんですけど、とりあえずじゃあそのソードのみでクリアっていうのをちょっと目指して、これでソードでいきます。スタート、きた、実戦出ていったらスタートってことか。一応落ちる武器もあるんやな。でさっき俺が搭載したソードがこれか。盾欲しいな、とりあえず盾をいただいて来い。そっちから上がる、おらんな、他は防いで弾いて、うっ、弾く、よっしゃ、使えた使えた使えた、弾く弾く、おう、よいしょ、はい、ん、一体増えたな、なんか、よいしょ、ちょっと早めに、あーやばい、さすがソード、さすが体力、耐久力の低いソード、詰められております。ガードしてこの剣は捨てて、このハンマー的なやつで行こう、せいで、わ、数が増えてる、数増えてる、いやー待てよお前、お前遠距離のやつじゃお前、やばいぞ、割と数が多い、やばい、うわー、その必殺技もちょっとやばいやつやな、一旦下がろう、回復アイテムがあればいいんやけど、剣を落としちゃったそこのハンマーをもう一つ手に入れて、もうこんなとこまで距離詰めてる、弾いて
さあどうするかな。ここなんか、え、またやっちゃった。え、どまた落ちた俺。あ、死んだんじゃ。難しいなこのゲーム。ちょっと難しかったんで、クリムゾンソードに切り替えて、さっきのやります。ちょっと攻撃力が高くなっとんで、どうにかやり馬はやりたいんやけど、で例によって盾を持って、盾でガードするべきなんか剣で弾くべきなんか、ちょっと微妙なところやな。ういじいきなり切り入れてきた。でも剣で弾いたらこれノーガードの状態しやすいんだろ、よう考えたら。掴んだ、よっしゃー。まず1体幸先よく1体、ホイロが高いけんな、手数が少なくて。やばい、立ち上がって、この必殺からだったらこういう感じになる、ダウン取られるんやな。これはいい、これはいい。やばい、ガード、これは盾欲しい、盾がないと厳しいんかな。うわー、よっしゃ、すげえ。うわぁ、この必殺どうやって、どう対処すればいいん、この必殺だけどう対処すればいいかわからん。うわぁ、よっしゃ、こいつは倒せるんやけどな。お、縦で綺麗に防げるような、とりあえずそんな感じがする。必殺は縦で防ぐ、これじゃ、これじゃ。危ない、エンチャントしようと思ったのに。危ない、エンチャント済み、こっちはエンチャント済みじゃ。よっしゃー、なるほど、必殺技立てて防がんかったらあかんのやな。剣の耐久度持って帰るんやな。こいつだけになった。こいつは別に石球戦しかければどうってことないよな。オッケー、クリアした、ようやく。じゃあ、なるほどね、盾が重要なんやな、やっぱ。はあ、よっしゃ、調子に乗ってきたところでね、マルチモードいきますわ。クイックプレイ、多分これで適当なところでマッチングしてくれるでしょう。たくさん4人までプレイできるんですよ、これ。これね、実はなんかキンキンってもう戦いようかなっていう感じになってますけど、言いますよ。おい、誰誰誰誰、よそよさよさ、え、なんて読むこれ。どうもどうもどうも、なんだこれ、ポーズ。ブーメランとかあんの、え、いいな、ブーメランいいな。え、え、俺に来るん、来るん。来た。あ、塔を守るやつやな、これ。チュートリアル動画上はカットしたんですけど、この敵からこの塔を守るようなクエストもあるんですよ。今回それらしいです。敵は来た、こっちから来た。やば、鎧のグレード高いこいつら。なんか俺が挑戦していいようなクエストだ。いや、倒せたわ。味方のコイルが高いかな。よっしゃ、行くぞみんな。どこ敵どこ、次は向こうじゃ。向こうおるぞみんな、でかいやつおる。なんか背中に水道管の元栓みたいなんつけとるやつ俺。うわ、盾持ってないわ、よう考えたら俺。今この水道管の元栓みたいなやつが弱点かな。よいしょ、競技競技、後ろから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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、ど四角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 、よっしゃよっしゃ、待機
大弓道回復させておいて。どこだ、来た。あんま強そうじゃないやつが来た。あ、てか戦ったことあるやつ。おお、味方が強いわ。味方、さすが俺の先輩方、さすが。やられてるやん、やられてるやん、でもやられてるやん。もうでも強いな味方。さすが俺の先輩方、俺の活躍する場がないじゃないか。行くぞ、こっちか。でかいな、長いな、その斧。ほら、よっしゃ、弾いて。あ、弾けてない。あ、あと変なもん押してた。変なもん押した。変なもん、なんか押してまうやんけど、俺。しかも俺の剣どこだ、どっか行ったんや。なんかある？やった、人の剣、やった、でかそうな、強そうな剣に入れた。斧じゃないのに。敵の落としたやつじゃ、多分これ。強っ。敵の剣、あ、またやってもだ。え、なんでこうなってしまうん、いつも。いて。割と死ぬんやけど。割と死にそうなんやけど。剣拾えんのやけど。じゃあ、落ちた剣拾えるんがすごいな、これ。いいな、これ。なんか、サンキュー、助かった。あとあの遠距離やのやつ。強っ、一撃で倒せる。こういうの強っ。課金者かな、課金要素あるんかな。回復アイテムが欲しいな。俺 HP が少ないんで、ちょっと回復アイテムお待ち欲しいです。あ、いたー、やっちゃった。先輩、パラダイス、敵パラダイスよ。あ、どうす先輩、おにぎです先輩。あ、終わった、終わった。このボス来た。このボスとボスじゃない、どこボス。二刀流、二刀流、我二刀流で行くぞ。え、どこどこボス、あれどこ、あれボスはあの向こうか。わあ、背中に元栓つけとるやつ、赤いちょっと違うそうなやつが来た。ガード、おら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 、武器の効力がいつもより高いんじゃ、こっちは。こっちとら、おら、ダブルでガード使っとうぞお前。いいやん、そこそこ、あい、あれセンサーの反応がおかしいな、なんか。味方、助けて、助けて、死んでます、死んでますから助けて。無視されてるな、味方もう倒してるな、ボスポイント。俺死んでるけどな。あ、まだ HP ゲージが3分の2残っとん。クリアしてるわ。あれ、あ、これはあれか、遠の HP やけんか。死んだ状態でクリアしてもだ、格好つかん。愉快な仲間たち。